マリア・テレサ・フォン・ポルトガルは、オーストリア大公、カール・ルート・ビヒの三度目の日。ポルトガル五名、マリア・テレザ・デ・ブラガンサ。ポルトガルの廃王・ミゲル一世とその日である、デイ,イコール,ベルトハイムイコール・ローゼンベルク公女、アーデル・ハイトの次女として、クラインホイバッハで生まれた。父・ミゲルは、名にあたるポルトガル女王・マリア二世と王位を争って、敗北した経緯から、一家は、オーストリア・ヒゴカにあった。 1873年7月、18歳で40歳のカール・ルート・ビヒと結婚する。夫には、二度目の日マリア・アンヌンツアータとの間に、生まれたフランツ・フェルディナント・大公ら三男一女がいたが、ママ子たちとの関係は、非常に良好であった。穏やかな気象のマリア・テレサは、義理の兄にあたる皇帝フランツヨーゼフ一世に好かれ、たびたび宮殿に呼ばれては、 老齢の皇帝の話相手となっていた。後、皇太子となったフランツ・フェルディナントが身分の低い貴族出身であるゾフィー・ホテクと結婚するにあたり、月光した皇帝をなだめ、しぶしぶながら結婚に同意させたのはマリア・テレサの仲介があったためとも言われた。義理の孫の一人が、後の皇帝カール一世でマリア・テレサの元を訪問していた時に、カールがあったのが、後の皇后。 パルマ工場ついたであった。ありがとうございます。